本当は賛成統計のネタを投稿しようと思ったんですが、コメント欄に、連邦、議員に戻らないと断言したよという朗報が書かれてるのを見て、ちょっとそれを確認するなどしてたので、まあ、それは誤りだったんですが、連邦ネタです。あ、結構緩いですからね、今回の内容。 皆さん、こんにちは、ハニャです。本日は2024年7月4日ですね。で、この動画では、都知事選終了間際の蓮舫氏の頑張りについて、皆さんと見ておきたいと思いますので、まあ、2番が蓮舫氏にはよく似合うよ、と思われた方は、ぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。また、明日夜11時半からライブをしてますので、よければコメント欄、固定コメントからどうぞ。では、今回の目次はこちらです。 で、東京都知事選は5月27日に蓮舫氏が出馬表明をするものの、結局は小池氏の圧勝で終わりそうですね。最近出した動画でもお伝えしましたが、国民民主党の玉木代表は、小池270万票、蓮舫170万票、石丸100万票ぐらいかなとか言ってはったかな 小池さんが前回より票を落とし、地盤も組織法もないと思われる石丸氏が前回の宇都宮弁護士を超えてきて、蓮舫氏がかろうじて小池氏にダブルスコアで負けるのは回避するという感じなのかしら。私の予想は蓮舫、石丸両氏がもう少し少ないのではと妄想してますが、石丸氏が前回の宇都宮弁護士の票を超えるとなると、ネットの力というか SNS の力が選挙で物言う時代なんだなという感じがしますが、 そんな中、興味の対象としては、各候補者のその後問題がありますよね。それこそ、清水国明候補なんかは、地道な活動が評価されて、あれこの人、都知事は厳しいけど、都議選とかだと十分可能性はあるし、活躍してくれるんじゃねという声があったり、石丸氏に関しては、そもそもその都知事選がアピールの場でしかなく、本命は国会議員か、それとも福岡県知事選か、みたいな話をする人もいたりと。 また、蓮舫氏なんかは、立憲の松原仁さんが離党したきっかけとも言われている。東京26区への衆院倶楽部立候補がこの後待ってるんだろうという噂も。まあ、だからこそ、現在共産党としっかりタッグを組んで、26区勝利のために動いて、事前運動チックやな。そんな中、飛び込んできたのが、ハンネさん、蓮舫、都知事選後に立憲に戻ったり、国会議員に戻ったりしないって、YouTube 番組で言ってたよという驚きの朗報。 ただ、調べましたが、誤報でした。書かれた人悪気はないんやけどね。残念でした。さあ食べようと思ったごちそうを目の前で奪われちゃった気持ちになりました。で、動画の中で司会の中田氏が蓮舫氏に、蓮舫さんの中で退路を立てるということだけど、そこまで大きい覚悟は私には伝わってなかった。都知事選が終わって落選しても、また元の党に戻るという受け入れ準備があるのかなということを質問すると蓮舫氏は、 とにかく議員を辞めて、この挑戦で絶対に知事になろうと思ってます。と答えるだけ。 それに重ねて、もし落選しても戻らないってことですよね。と中田氏が質問すると蓮舫氏は、もしもなんて言わないでくださいよ。心折れますから。と答える。中田氏が、元に戻るか戻らないか今は考えないと質問を重ねると蓮舫氏は、都知事を目指す理由を話すだけで、まあ、そもそも落選後のことをここで質問するのもある意味失礼な話ですから、それに答える必要もないわけで、別に蓮舫氏が悪いわけではないのですが、退路を立てるということで でではなかったですね残念ちなみにこちらは堀エモ門の7月2日のツイートですが「すでに石丸さん、保神さんの対談動画出してる」「小池さんは忙しそうなのでオファーかけてないけどその小池さんに対談断られた時激怒している蓮舫さんにはオファーしたけど返事ないよ」ですってまあ別にどの動画に出るかは自由だから蓮舫氏はその意味では全く悪くないんだけど中田さんのは出て堀エモ門は出ないのか。 ところで、就業間際にはいろんな情報が出るわけで、7月7日の結果を見ての答え合わせも楽しみなのですが、蓮舫氏が石丸氏に負けるのではという情報がいろいろ出てますね。 まあその中で多分そこそこのインパクトがあったのが7月3日のフライデーの記事。見出しは2位も難しいんですか都知事選終盤に蓮舫候補がまさかの大失速を起こした最もな理由というものですが中を見ると不動票を狙いに行かないといけない蓮舫氏がそれをうまくできておらず石丸氏がうまくそこの票を取ってるよね。 という話があったり、連邦の参謀がポンコツだよね、という話があったり。ただその中でこれですね。東京都は無党派層が圧倒に多く、風が吹けば、当落を左右しかねないのが特徴だ。選挙前までは、連邦氏には風が吹きかけていた、と連邦陣営の幹部は現状を嘆く。 費用ごとに石丸真次氏に追い上げられており、小池氏に勝つどころか2位を死守と目標が下方修正されている。情勢調査は各社で割れているが、日テレの調査とされる小池43、蓮舫19、石丸16という数字が実態に近いと感じる。6月30日までの期日前投票のデータとして NHK が算出したとされる数字では、小池45、石丸25、蓮舫20と石丸氏に抜かれていた。 すでに陣営では責任を都連会長と幹事長に押し付けようという動きが出始めていると書かれており、この蓮舫氏が石丸氏に抜かれたとする期日前投票のデータが話題になってますね。まあコメント欄なんかではこの情報を知らんのかと若干煽りを込めたコメントがあったりと。で、まあそもそも NHK が算出したとさ、れ、 ると書いてる段階で出典が不明で怪しい情報ということになるので、あまり価値のある情報ではなく、ただその後のトレン会長と幹事長に責任が押し付けられそうになっているというところを見て、ああ、松原仁を追い出した先般がここで責任を取ることになると、ちょっと面白いかもな、とか思ったりするんですが、ただ一応言っておくと、この手の数字って公選法違反の疑いがありますからね。 公選法138条の3には人気投票の公表の禁止というものがあり、選挙期間中の調査の数値とかを公表することが禁止されています。まあ、東京中国補選でも月間花田がアンケートをツイッターでやった際に問題になりましたよね。ですから、その意味でもフライデの記事は微妙。まあ、あくまで幹部の発言を引用しただけなんでしょうが、公選法の精神が既存される しかしながら、蓮舫苦戦というのは、ほとんどのマスコミで一致してますね。こちらは選挙 .com7 月3日の記事ですが、蓮舫氏の支持が落ちて、その分石丸支持が増えてる。 蓮舫さんが追加公約として発表した神宮外苑再開発なども、本来蓮舫さんが取りに行かないといけない無党派層の票に繋がってない。小池氏が立憲共産層からも票を得てるし、無党派層からもちゃんと票を取ってるということを伝えており、まあ、いわゆる小池が組織票だけで勝負してると言われてることと、実態とが乖離してる様子が伺えますね。 連邦支持層の中には、投票率が上がれば連邦が勝つから、みんな投票に行ってと騒ぐ人もいますよ。それこそ、妨害隊長の前川喜平氏も、7月3日に、投票を呼びかける芸能人たち、として投票を呼びかけるタレントの動画を添付してるツイートを拡散してますね。まあ、そもそもこの動画、都知事選が始まる前に亡くなっているリューチェルさんが出てる段階で、今回の都知事選とは関係ない動画であって、著作権的にはやばいと思うんだけどね。 まあ皆さん大好き、餅ち磯きさんも7月3日に、秋高田氏が訴訟で負けたよという裁判について伝える TBS の記事をツイートに転載して、特に意見や論評を加えることなくやってるので、これは著作権法上の引用の要件をクリアするものではなく、あれこの人、新聞記者としてやっちゃいかんことをしてるのではと一部界隈で詐欺になってるので、まあ前川氏のことも差もありな。 てか、この人たちの行為が、蓮舫氏の足を引っ張ってるというか、無党派層で支持が広がらないっていうの一つが、これでしょうそりゃあ、あんな人たちと同じって、あえて思われようとしない人も多いでしょうよ。テレ朝 HD の株主みたいに。 にしても、蓮舫さんも、多分都知事選後には立憲に戻ると思いますけど、選挙結果次第では、党内での発言力に影響が出るかもね。2022年の参院選挙では、東京選挙区で4位当選という結果であり、その際には、連合がもう一人の立憲松尾候補のために頑張ったとか、立憲も組織の力を松尾さんに注いだとか、蓮舫氏も他の候補の応援に頑張ったせいで、蓮舫氏の票が伸びなかったということも言われましたが、 それでも、あー自力じゃ100万票とか無理なのね、と思われてた蓮舫氏。今回の選挙でめちゃくちゃ各陣営力を込めてますよね。それこそこちらは産経新聞7月2日の記事ですが、都知事選での立教共闘は政権交代を視野に現実路線へのシフトを強調してきた泉氏の姿勢に結果として水を差したとも言える。さらに蓮舫氏が勝利を逃せば、4月の衆院参補欠選挙で全勝した上げ潮ムードも安定しかねない。 立民閣僚経験者は、泉氏が都知事選に関与しすぎたと懸念を口にするというのもわからないではない。まあ、蓮舫氏が負けたらというより、負け方なんだろうな。これで万一200万票くらい取っての負けなら万々歳でしょしかし、石丸氏と10万票くらいしか差がなかったら、もしくはダブルスコアで小池さんに負けたら終わりじゃね 産経新聞7月3日の記事では、都知事選で蓮舫氏が期日前投票、選挙カーの遊説も開始、日を追うごとに確かな手応えということで、蓮舫氏が勝利を確信してそうな感じのことを書いてますが、まあ、選挙を戦ってる時に負けそうだけど、とか、言わないよね。あ、6月22日には、どうせ届かない現職は強い無理だよと言ってたか。 まあ、しかしながら、強がりであろうが何であろうが、手応えを感じてると言わざるを得ないよな。まあ、七夕の日にどんな結果が出るのか、そしてその直後の蓮舫氏の動向から目が離せないのは間違いないですね。あ、それと、本当は動画の流れとしてはもっと前に入れたかったんだけど、 内容が愚痴っぽいのでここで話すと、前回動画で新馬さんが、石丸氏を国会議員としては楽しみみたいなことを言ってるよね、ということを紹介したら、なんか意味不明なクレームが来て、新馬さんがそんなことを言うとか許せないから、サムネだけ見て不快に思ったので、動画を見ずに、低評価だけします。ごめんなさいね、と意味不明なコメントを関係ないツイートに返信してきた人がいて、いやいや、それなら、そもそも動画見るなよ。 そもそもそれ動画の評価じゃないだろうシンドラのリストという映画について、ナチスの行為が許せないから映画を見ずに低評価をつけましたってスピルバーグ監督のツイッターにコメントしたやつがいたらどう思うねんって話で。それはそんなおかしなことをちゃんと取り上げた映画は評価して、ナチスの行為に対してはおかしいというのが正解だろうがと思いますけどね。だいたいごめんと言いながらそんなことを本人に言いに来て、どんなリアクションが返ってくると思ってるんだろう 俺にはコミュニケーション取れないわ。ブロック、ブロック。って、こんなことを言ってると、ヒトラーの行為と新橋の行為を並べるとか、とか噛みついてくる奴がいるかもだけど、気に入らないものという意味での類似性をここでは考えてるんだからね。はぁ、あ、言いたいこと言えた。蓮舫さんは今は言いたいことを言えなくて大変そうだな。まあ私はね、別に同情してるわけじゃないんですけども、一瞬ふとね、蓮舫さんの心が通じ合ってるのかな。 ブロックされてるかは無理か。皆さんはいかがお考えでしょうか。ぜひともね、皆さんの感想コメント欄でお伝えください。またね、もう結構古い話ですけども、松原仁さんが立憲民主党か離党する時に、蓮舫さんの衆院蔵替えが原因ではってことがね、もう結構前に言われてるんですよね。その件について、分書の記事を引用しながら詳しくご紹介した動画をこちら側に。 また、その件について、最近ね、国民民主党の玉木会見で、あのフリーホッターが言及していますので、そちらをね、切り抜き動画を交えてご紹介した動画をこちら側にご用意してますので、ご存知な話がある方はね、ぜひともチェックして,てください。では、ぜひともチャンネル登録、高評価もお願いします。皆さんの高評価ボタンがこの動画のパワーになりますから、この動画が良かったと思った方は、高評価ボタンをね、するのを忘れずにしててください。 では、ぜひともチャンネル登録、高評価もお願いします。次の動画、ライブなどでお会いしましょう。バイバイ。